感じでこの組み合わせはやりたいなと。じゃあお願いします。アニメの話と風俗の話絶対叩かれますよ、絶対叩かれますよマイクを持つなって言われますよ、そりゃ言われますわ。まあ風俗の話はダメっすわ。危ないね。なんかひよこピーだよさあ、まあ、これは確か前回41でエボルさん勝ってる組み合わせなんですよね。あー 6D。 あーなんかね、松田予選の時に気持ちよくなって800超えて、これが僕の実力ですよね。はっって感じですよ。これはゲージがたまらない。寝っ放し。始まったばっかです。あーバックス読み読みでござる。ガードで乗り合いしよう。リベンジリベンジ。今やるかじゃあ。はいはいはい。じゃあ私、一人で真面目にね、お話をしようかなと。あしかしね、まあ真面目に見てるかと言われればそうでもないんで。あ、おっと勝つと。さあ、バーストを使っていくが、楽園はついている。おっと、バリがしない。さあ、ミスっているが、さあ、逆に。さあ、ダメージを伸ばしていく。時間がないのか。いや、まだ28秒ある。とりあえずバックス。さあ、ジャンシーを負けたら5番。これは F-G で、さあ、楽にスタート。あっと、受け身取らない。なるほどね。そうなんだよね。勝てないんだよね。さあ、ラウンド2。ジャンシー勝った。ジャンビジャンシー。さあ、潜り込まれて、B3C。さあ、A2。下段から中段、2B3C、アイルス、CC、帰る、A 対に、極楽という君、あ、中段普通に当たる、バーデン、バーデン、リリー、レベル3、さあ、荒くには難しいんですよね、縦にやたらでかいらしくて、そのなんか早めに当たっちゃうんで、まあ、ちょっとレベル2になるだけだと、風は2つ使えば、大体いけるんで。さあ、どっかでこっち行ってる気はするんですが、さあ、何から西暴れからの5番当たる。これはまずい。キラヌル。そしてスタート。補正を切って、さあ、風も若干来たしつつ補正切る。さあ、これは虫だけのコンボで、そうですね、使えるところはないと。さあ、勝ったな、ヒョコピー。いや、強いですね、やはり。あ、そうね、確かに17歳ね、そう、条例的にまずい時間帯ありますが、まあね、言うて20なんでしょまだ若いけどね、今日。さあ、先手取ってるのは桃井さん。とりあえず上から逃がしてくれよっていう話なんですが、まあね、上に強い雑技多いんで、下にかぼちゃ置かれて、ちょっと上から取りたいんだけどダメっすかみたいな、大体ダメみたいな。さあ、ここでバースト切っていく。あー、しかし追尾切りを吸ってしまって、西暴れ。さあ、スピードらしい。さあ、ここはヒョコビーも使っていいところだと思うんですが、使わず、バデン、さあ、時間を稼ぐ。3時から、青いけど、ごめんなし、6時、時間を稼いで、投げは抜けるが、さあ、あとちょっとで終わってしまう。バスピー。さあ、楽には終了。体力有利はモミノさん、バース有利はヒョコピーと。まあ、キングバーストがあるね、ちょっと嫌だけどね。あー、タッチ目当たる。しっかりレベル2。これはダーイ、エンダーイ。実力
の割に。さあ、2ラウンド目、中段ガード中段ガード、なんで引き寄せなのあれなんで引き寄せなの、何回言うかみたいな。あっと、ジャンプ普通に当たる CC、 ミタニダッシュ CC、 ファイル、メタニから中段ガードわかるわ、4秒当たっちゃうよね、あれアッパーをワープで受けて、熱波防止はしっかり受け身、メタニこの A 対2の着地ね、ジャンプ D を当てたいんだけど風もあるね、なかなかそううまく、おお、なんだ、おしゃれな動き、あー、ジョージいい仕事、サンシーバーデン、これはダブルかな、サンシーから変える、あ、5番で怒られて、それ怒られるわみたいな、オーバースト、あー、しかし楽園はほぼリーチ、追尾、自分追尾はつけられない、あ、きついきつい、なんだよくわからん、ゴーミスから、これはナンシー、ナンシーと、中段から走り固め継続は若干ミスっているが、ジャンピー振ってきて、ここから西井平塗からのシャガティは受け身、さあ風を吸ってでも触りに行く携帯に、さあめっちゃ虫連打しとるめっちゃ虫連打しとる、さあとりあえずダメージを稼ぐのかな、これは。なるほどね、あーきつい、 DC から D ローマキャンしてジャンティーまで、さあ繋がっていないが、これはまあとりあえずビーム出したし死ぬと足りる、タイタニーがカウンター、ここからメダルガード、メタニー、さあこれです、受け身が速いとね、ジャンシに引っかかって抜けられないんだけど、さあ一応ジョージがね一発でシュン、あー引っかかっている、さあ馬広い、いやこれはちょっときついですな、まあまだ全然あるけど、ちょっとガードしてビーム、さあバースト切らざるを得ない、追尾と平塗る、あっとダリアが強くて、さあ置き攻めきつい、金バース当たる、さあ楽園スタート、タイプで寄る、中段崩して、さあダメージを稼ぎたい、虫だけのコンボでいいのか、いいのか、足りなくないか、さあここでバスト、あージョージがいい仕事、
あーそう、壊れると思ったら壊れなかったよね。800じゃなかったかな。800、いや嘘ついてるかもしれないで、あの皆さん調べてください。そう怒られるからね。まあ一応ここで見りゃいいんだけどさ。ジョージ13、書いてあったと思ったんだけど、あれ書いてないのかな。700、なるほど。ワンジョイチでジョージみたいな。あっと、あ、押すっている。あ、ちょっとミスった。あー、なぜ押す。こっち、あー、無理無理無理。ないけど、まあ相当嫌ですね。これビーム使うのかな。あ、使う。いやー、また始まった。これはさすがにきついけど、ワンチャンあるのか。押して、あー、いやー、裏回り。お下がってる。人間とは何。さあ、かぼちゃがフォロー。中段ガード、中段ガード。あ、ジャンピー強いな。 6A から、これはまずいやつ。あ、ジャンピー。さあ、もう一回やり直すか。もうバーストで阻む。待たせね、きついですからね。あー、ミスっている。きつい、きつすぎる。あー、これはさすがにほぼ死にかけですか。いやー、死ぬでしょ。ひよこくんが死なないかもとか言ってたけど。まあ、ビーム2発打ってたからね。さあ、なんと最終戦ですね。2-2で迎える最終戦。おっと、さあ、平野からのしゃがみ D と 6A からタッチ B、 中段からの投げていく。さあ、時間を稼ぎたい。あれ、あ、そっち。あーと引っかかっている。あ、武器に取れて。あー、中段で崩す。タッチ B からだいぶ当たらないが、ゲダンが当たる。さあ、ここでバスト。エタニカンタ、ジャンシージャンシー、バーデンバーデンリリー。サンシーからエタニ、サンシーからカボチャを置いてスノーボーキー。霧は吸ってしまったのかな。あ、吸っていく。めくりからゲダンからの、さあ普通に浮かせる、珍しい。しかし補正を切りに行くが、
ゆきみ、風ゆきみが強いですね。あとバーキャンが潰れて届く、拾い直してダメージを取る。あらの出っ放しバンカードゲランカード長ディーから取り入れ触りに行く、コマンダイク来た。あと投げる、さあ時間が、あー 4K が強い。なんか今アドバンシングガードすりゃカエルに突っ込んだのよとか思っちゃった。ないからみたいななんかそういう状況に結構なんだ俺の使ってるキャラが。あ、中段ガード、下段ガード、あ、きつい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 。さあ、あれはあれですね、インバースを警戒しつつ固めた感じで中段ガード、お、そしてガーキャン投げ、何してくれた、西が当たらないが、ロケが強い、フォアバースト、そうですね、あれよう分からんが、どうしていいかな。さあ風を使ってゲダン、あとミスってピンと張られて、さあギルティアはね、八王子で今一番強い男林さんがやってるんで、やはりさあ前行き宮戸がめられて、当時が初の悲しいから、さあ繋がっていないが問題なし、おっとバックから人がめられそうだったんですけど、おパーバレー PCPCC B 対2カボチャを入れて A 対2コパン、下段は当たらないからの中段ガード、中段ガード、中段寒いのこのキャラみたいなさあ固め継続、下段が当たる、ここはバスト切らざるを得ない、ジャンネル、さあしかし楽園がリーチ、そして楽園がスタート、表からさあバリが張らない、これは食らった方が安いっていうことなのか、よくわからんぞ、さあ固めミスる、下段から、下段から、中段。どうなんだ、あら補正を、あー切れてる、うわー、いやーやりますな3-2と。